りもらっています。ストレストレーニングっていうのは何ですかっていうところなんですが、表情筋のトレーニングになってきます。で、表情筋のトレーニングっていうのはいろいろあるんですけども、その中でも私がやってるこのコアフェイストレーニングっていうのは、このね、ママダ・ヨシコ先生が考案したメソッドになってきます。で、ポイントとしては、顔をもちろん鍛えるトレーニングなんですけども、顔だけじゃなくて、まず姿勢がちゃんと良くないと顔は変わらないよ。なので、姿勢を正して、その姿勢をキープした中でも顔をしっかり使っていきましょうというトレーニングになります。はい、姿勢を制するものはコアを制する。大切ね。ウォーキングも体験してもらってラキちゃんなので、その辺は心配してないんですけども、でいい姿勢で筋のトレーニングをやると締まりやすくなるのか、ね、お伝えしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、では始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあね、今日、はい、買っていただいた、はい、顔筋トレの本を使っていきます。はい、まずね、このページのページになっていきます。はい、じゃあ、アクちゃんがどんな顔の癖があるんだろうって言った時に、全体的にアクちゃんの顔、ちょっとこっちの方が高くて、ちょっとこっちが下がってるっていう感じ、うん、はい、どっちに傾いてたり、どう違うかなっていうのを自分で知って変えていくのがトレーニングになっていきます。はい、はい、じゃあ今日まずは自分のスマホを使って自分の方を自撮りしていただきます。はい、はい、じゃあ自分の顔を見てみてください。そうですね、こっちが上がってますね、うんうん、ちょっとこう上がってて、こっちがちょっと下がる、はい、まあ、あの何も知らない人が見たら特にそんなすごい全然違うって思いは全くなくて、
先生質問いいですか。はい、このゴルゴ線を薄くするって書いてあるんですけど、ゴルゴ線ってそもそも何なんですか。ゴルゴ13ってわかります。なんとなくゴルゴ13っていうアニメなんですけど、はい、あのアニメの男の人にここからこういう線を縛ってはいはいはい、であれでここの筋肉を使っちゃってるとなるんですね、はい、でここの筋肉をこうシュッと伸ばすことによってストレッチして、このゴルゴ線をなくしていきましょうというと、このエクササイズになってきます。なんもないですよね。ここそうね、一応鍛えてるから、ね、え私これあるんですか。あきちゃんはないない大丈夫、まだピチピチ。どんな風に変わるのかっていうと、これちょっとねビフォーアフターをお見せしたいんですけども、はい、こんなに幅が変わるかっていうところなんですけども、これ1日の話です。この子はこのやっぱ顎の噛み締めがすごく強かったりと、はい、その強めてたのを緩めて抜いてあげる使い方を教えてあげたっていうだけでこんだけ変わりました。でじゃああきちゃんちょっとあっちを見てみて、はい、このあきちゃんの顔がどういう風に使う、ね、変えていけるかっていうと、あきちゃんの場合特に顔の癖は強くなくて、一番強いとしたら今そのマスク外した時にちょっとここに線が、ここそう、うん、ある、うん、ある。それが、口が強いっていう癖なのね。で口が強い人の特徴はっていうと、頬にお肉がつきやすい。ここあちょっと垂れ下ぶかれ顔になるってことですか。そうそうそう思い当たりありますね、うん、ここをしっかり今日ね使っていきたいと思います。はい、ほっぺたからいきましょうか。はい、はい、ではウートレスライドっていうのをやっていきたいと思います、はい、このペーの34ページにちら、はい、ウートレスライドっていうのがあります。でこのウートレスライドの前にウートレというトレーニングがあるので、それをまず最初にやっていきたいと思います、はい、結構きますね。やるでしょ、これを毎日やってみてください。2週間経ったらちょっとねここシューッとしてくると思う。はい、じわーってきましたね。はい、このウートレのスライドの方をやっていきたいと思います。はい、まずは口尖らせて、置いて、そこから手と唇が戦うようなイメージで、そうキュッて押してあげて、そう右に手を寄せずに手だけ、そのまま押し続けて5、4、3、2、1、0。その手を外すんだけど唇のポジションそのまま5、4、3、2、1、0。その時イメージでここのほっぺたをこっちにキュッとこっちにグッて寄せて、でこっちをキュッとこう寄せるようにするイメージ。で一回脱力、はい、じゃあ今度反対側やってみましょう。ペタ効くでしょう。効きます次は目のエクササイズやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあまずねお手本やるので見ていてください。はい、はい、コアフェイス作ります、ね、姿勢ちゃんとして骨盤立てて背骨まっすぐ、頭背骨の上、こうじゃないですよ、ここにしっかり乗っけます。はい、この状態で手で頭とおでこを押し合うようなイメージ。この状態で目をパッチリ開いて、はい、息を吸って目から吐き出すイメージで息を出していきます。はい、吸って吐いて、吐いて、顎しっかり引いて、もう一度吸って吐いて、はい、 OK です。そしたら今度手を後頭部に当てて息吸って吐いて、眉に力入れずに目だけしっかり360度、目は360度開いてます。このね、ここにある眼輪筋がしっかり開くように360度開いて、そう目しっかり開けて、眉は上げずに目だけパッチリ開けてく。ラスト1回吸って吐いて、
ているときに、そんなに強い癖じゃないんだけど、ここ眉は一緒にこう目を開けるとここ上がってしまうところがあるので、ここしっかり押さえて使わないようにしながら目をパッチリ開けるっていうところを意識してください。はい、じゃあ今一回目をパッチリ開いてみて。眼輪筋です。はい、では今のが目のトレーニングになりました。で、私が絶対に欠かしたくないのが舌筋になってきます。はい、ではベロ出ししていきたいと思います。吐きながらベロ出してく、そう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 、吸って吐いて、次は舌筋プッシュアップ&ダウンというエクササイズをやっていきたいと思います。これはアキちゃんの顔をより小顔にして、よりここのラインをシャープにしていくエクササイズになっていきます。さっきベロを使いましたよね。はい、これの次にこれをやると舌筋がより使えて顎のラインが綺麗になっていきます。ね、顎を制するものは小顔を制する、制しますよ。はい、じゃあまずはベロをしっかり上に上げてみてください。ここの顎の下が上にグッて上げると硬くなるの触って分かりますか？うん、うん、グッとベロ上に押し付けて抜いて、ベロ上にピタンと上げる、そこにある背中潰す、そう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 、ねえちょっとどんどん硬くなってくるよアキちゃん、最大限頑張る。いやいい、だって結構きつい、きつい、そうきつくていいの、ここまでのレベルで上げると、うん、筋トレだもん。ベロの普段のポジションなんですが、うん、このいい姿勢作ってる時にベロが奥からこうピタッと上にあって、前歯がここにあるとしたら前歯に下がつかずにちょっと1センチくらい離れた状態でしっかり上がっていれば、これはこれで OK です。でこれと別に、私もっとこのラインきれいにしたいのよという時には、このベロをベタッと上に押し上げる、ここをグッと使うということをやることによって、筋トレになりますので、そうやって過ごすのは全然 OK です。うん、じゃ気づいたらグッと入れて、うん、何秒か やったりやらんかったりやったら、うん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 、鍛えられる、鍛えられます、うん、でその時に目安としてちゃんと入ったら、そう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 、ここの首の力が入った時に首の筋が立つのが分かったら、あ、なんか今日首に力が入ったら、はい、ね、その状態を続けてください。はい、はい、そしたら、はい、アフターのお顔を撮りたいと思います。もうすでに分かりますね。分かった、うん、目が開いた、うん、まずあ、全然違う、顔の開きが全然違いますね。特に歯を出さないでにっこりで、はい、ほっぺた使えるようになってない？うん、うん、そうですね。最初が、うん、顔、これと、うん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 、これなんですよ、うんうん、で次の窓、うん、急に目が1.5 倍ぐらい開いてますね。いいね、元気そうなきちゃん、元気になりましたね。すっごい元気になった、魂が宿った感じが、うん、顔のマジックにかかりました今日も。こんな感じでやってきて、また1ヶ月後に顔の変化を見せてください。はい、はい。